はい、こんにちは。カープデリビシャモンテンバイトのヒカルです。今日も元気にいただきます。本日はおうちでカープデリシリーズ第1弾、焼き鳥弁当をおうちで美味しく食べよう。早速開けていきたいと思います。あ、何か入ってますね。あ、お持ち帰りのメニューが入ってますね。他にも持ち帰りできる商品があるみたいなので、これは次回持ち帰りしたいと思います。そして、あ、タレがついてますよ。タレがついてました。美味しそうなタレですね。さあ、では。おお。では、いざ、オープン。おお。そぼろがいっぱい詰まってますね。真ん中の方には焼き鳥が4種類入ってます。でこれはなんか日替わりみたいです。で今日の焼き鳥は左から本つくね、3枚肉の巻き、ウインナー、皮ですね。でちなみになんですよ、これを選手名に置き換えると、今村投手、鈴木選手、阿部選手、ジョンソン投手、今日のスタメンはこの4人です。いただきますと言いたいとこなんですが、今日はおうちでカープ鶏シリーズということで、この弁当をおうちでもっと美味しく食べる方法を紹介したいと思います。こちらのしば漬けと、ゆで卵とネギをちっちゃい小皿に入れちゃう。ネギは鶏肉にスプーンを使います。まずはこれぐらいの、容器よりちょっと大きめのお皿を準備します。そして一度蓋を閉めます。たらここからが見せ場です。せーの、よっ。で、持ち上げるとひっくり返ります。そしたら今度はこのお皿、一度、ゆっとこのお皿に移し替えます。この移し替えたお皿にラップをします。そしたらレンジで温めます。炭火焼きのいい匂いがこんなところにありましたね。そしたら、まずタレをかけます。まんべんなくかけても美味しくなると思います。そしたらさっき取り除いた薬味を元に入れます。はい、出来上がりました。ということで、僕はですね、好きなものを先に食べちゃう派なんで、この鈴木誠也選手、いただきたいと思います。美味しいです。うまっ。それでは焼き鳥弁当、最高です。ということで、皆さんもおうちでカープ鶏、ぜひ実践してみてください。毘沙門天のアルバイト、ヒカルでした。Bye!